CIA 本部シドニー・ゴットリーブ博士が書いた1953年6月9日付の初ー MK ウルトラ計画とは中央情報局科学技術本部がタビストック人間関係研究所と極秘裏に実施していた洗脳実験のコードネーム MKA は被害者の名前にちなむ米華両国の国民を被験者として1950年代初頭から 少なくとも1960年代末まで行われていたとされる。1973年に、時の CIA 長官、リチャード・ヘルムズが関連文書の破棄を命じたものの、過労うじて残されていた数枚の文書が1975年、アメリカ連邦議会において初公開された。MK ウルトラの前身は、統合情報対象局によるペーパークリップ作戦である。 この作戦は、かつてナチ政権に関与した科学者を募集する目的で展開され、拷問やマインドコントロールを研究していた研究者もいれば、ニュルンベルク裁判にて先般とされたものも存在した。アメリカ政府が極秘裏に行った計画の中には、チャーター計画やブルーバード計画をはじめ、ペーパークリップ作戦から生まれた内容も多かった。 こうした中、朝鮮戦争での中国による米軍捕虜の洗脳が注目されていた1953年4月13日、アレンダレスの命を受け、シドニー・ゴットリーブを先頭に M ケーブルトラ計画が始まった。実験はしばしば被験者の同意なく行われ、実験に関わった研究者でさえ、計画の最終目的を知らされてないこともあったという。 冷戦下の1964年には MK サーチと解明され自白剤を用いてソ連のスパイ容疑者を尋問する海軍では超音波を利用して記憶を消去する実験を行うなど54のサブ計画が存在した。しかし前述の通り1973年にヘルムズ長官が計画の記録をほとんど破棄したため実験の全貌を解明することは 現在においても困難である。CIA の文書によると、マインドコントロールの効果を立証するための実験と、少子、科学的かつ生物的な手段を用いたことにとどまらず、放射性物質にも着手したことが明らかとなっている。LSD を CIA 職員や軍人、医師、妊婦、精神病患者らに投与する実験を行っており、LSD や他の薬物が常に、 被験者からの事前の同意なしに投与されていた。そうした行為は第二次世界大戦後にアメリカが調印したニュルンベルク公領に違反している。被験者の募集も非合法の手段がしばしば用いられた上、被験者の合意なく薬物の投与を受けるという事実を隠蔽して行われた。大がかりな実験を行うことが多く、77日間。 連続で LSD を投与したこともある。LSD を投与して自白を引き出す理論が確立された頃、敵側の人間に使用する事前予行として売春婦を用いてギャングのリーダーをおびき寄せ飲み物に LSD を混入させる実験までも行われた。その実験で隣室の売春婦と会話する内容を登場したところ、自分や自身の組織が犯した殺人や詐欺など、 重大な犯罪について話をしたという。しかし、LSD 服用による効果は、個人差が激しく、必ずしも自白という行動をするとは限らない。あまりに予想だにしない結果を生むということで、LSD を使った実験は、打ち切りとなった。カナダでも、スコットランド人心理学者、ドナルド・キャメロンを中心に、1957年から1964年まで、マギル大学、 アラン記念研究所にて実験が行われた。LSD を含む各種薬物を用いて被験者を渾水状態にしたり、通常の30倍から40倍の強さの電気ショック療法などを用いていた。被験者は不安障害や出産後うつにおいて精神上の問題を抱えていたが、実験によって修正障害に苦しむこととなったほか、失禁や記憶喪失なども引き起こした。 なお、キャメロンが、米華両国の精神医学会の会長のみならず、世界精神医学会の初代議長として世界に、名が知られたのも、この時期である。いる。ルパンザサード、ミネ・フジコという女作中に出てくる、グラウコス製薬が、人体実験の隠蔽で、MK ウルトラ作戦の実験や様々な自白剤開発の裏にこの会社が繋がっていた。ありがとうございます。